始めるよ。嫌だ。嫌だよね。なんか制作者がさ横にいたらさ、なんかちょっとつまんない感じ出せない絶対に。いやでもね、うん、つまんないことないでしょ。そんなさ、なんでわかるの？何も、なんでこの画面だけでつまんなくないと思えるの？めんどくせー。なんで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 。初めていい？面白くないのに。これはクソゲーです、うん、そうそうそう、クソつまんないんだよね。うん、そう、分かった分かった。じゃあクソつまんないっていう前提でやるわ。そうそうそう、分かった分かった分かった。無理してリアクション取るなきゃいけない感じ。あ、そうなの。じゃあもう本当にリアクションできないなって思ったらしなくていいの？いやだ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 、どっちだよ。リアクションなかったらマリがーってなっちゃうじゃん。でもまあ楽しむから、うんうん、この世界をね、セカンドワールドを。分かった。じゃあ始めますよ。ブルル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 ル。ねえ待って、その物語に入り込めないから、そんな横でルルルルルルって言われたら。ちょっとすいません、ゲロが、ゲロがね、ゲロがね、頭が痛い。いやいや待って、これに関してはクラウドも頭痛い系だから、結構頭が痛い主人公いるから安心して、大丈夫大丈夫。あ、そうか、そう、みんな頭痛い。エレも痛がってた、なんか最近。あ、そう、そう、ボボ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 。心の奥にぽっかりと穴が開いているような感覚、何かが欠けてしまった気がする。読み上げなくても、そんな、あーちょっとやだ本当に。え、でも全然全然そんなあーって言うことじゃないよ。あ、本当。うん、なんかあ、そうなんだみたいな。やばい、首の後ろがびしょびしょになってるよ今。でも俺はすがすがしい気持ちだった。これでいいんだと漠然と感じた。あららららら、あららららら、やだやだやだ、うるさい。ちょっと黙っててもらっていいですか。あ、ちょっと船長の音量下げて教えてくれ。なのに俺は今何を感じていたかよくわからなくなっていた。あららららら、ねえ、うるさいんですけど隣の人。何をあんなに悩んでいたのか。そもそも俺は誰なんだ。あ、誰もわかんないんだね。あ、誰なんだ、誰だ。あらら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 ら。あ、始まった。始まった。目を開くとそこは街のようだった。街？街って、一瞬記憶が錯乱するが、街は街だ、それ以上でもそれ以下でもない。なんで笑った。いや、これ有名なやつだなと思って。なんかあのおもろいとかじゃなくて、あ、これかみたいな。うん、職業はぐわー、わからないです。いらん、ここわからなくて、草、どこから来たんだ、わからない。もういいじゃん。わからないです。じゃあなぜここに来たんだからの、わからわからない。これ、あの、ところであなたは、あ、その、わからないです。どこの町からいらしたんですか。それがその、わからないです。あ、何か事情が終わりなんですか。おい、わからないです。バカにしてるんだろう。ちょっと待って、名前セフォーって出ちゃって。出てる。お前セフォーって言うらしいぞ。わあ、ららららららら、あなた本当に素敵な人だわ。出会えて嬉しいです。名前思い出せないんですか。セフォーです。あー、うん、思い出せないな。だったら私が名前をつけてもいいですか。さっきついてたけど。本当かい。だったら頼んでもいいかな、セフォー。でもこれすごいいいじゃん。この流れすごいいいから、本当あのセフォーって出るのだけどうにかしてくれ。